山チャンネルコレクション、略して山コレ。ね、何でもかんでも略せばいいってわけじゃないんですけど、山チャンネルの山健です。今日もガチャの開封の方していこうと思うんですけど、今日は普通のガチャガチャではなくて、中身がゲームボーイアドバンスのソフトが確定しているガチャ、1回200円なんですけど、これを5回やってきたので、この中身の方を紹介していこうと思います。ファミコンとかスーファミは福袋をよく買ったりとか、あとはお店行った時に、なんていうんですかね、価値的に2000円3000円するようなものがなんか500円ぐらいで売ってるとつい買っちゃうので、ファミコンとかスーファミはものすごい本数持ってるんですけど、アドバンスってそういえばあんまり買ってないなと思って、それで今回買ってみました。そこまで詳しくはないんですけど、まあまあ、5個買ってきたので、早速開封の方していこうと思います。はい、じゃあ1本目いきます。開けた方がいいかな。よいしょ。はい。ナルトになります。最強忍者大結集2ということで、これはアクションゲームになります。格闘アクション。って言えばいいのかな、ドラゴンボールみたいな感じのゲームです。だ、格闘ゲームは、まあ、個人的な意見ですけど、なんかやっぱりでっかい画面でというか、まあ、テレビでやった方が迫力があるのかなと思うんですけど、ストリートファイター2とか鉄拳とか、ね、テレビの画面だったりとか、あとゲーセンのでっかい筐体でやるのが迫力あるかなと思うんですけど、まあ、今回はアドバンスなので、まあ、携帯ゲーム基盤の、まあ、格闘ゲームです。ただまあ、キャラクターが当然これナルトのキャラなので、ナルト好きな人なんかはすごく楽しめる作品なんじゃないかなと思います。で、ただこれは、なんか高い商品のコーナーで見たことはないので、多分、ハードオフとか行けば110円のジャンクコーナーの箱に入っててもおかしくない商品じゃないかなと思います。はい、ということで1本目、ナルト最強忍者大結集2でした。ね、2本目いきます。はい。テニスの王子様が入ってました。これはテニスゲームです。なんかちょっとアニメチックなテニスゲームというか、簡単なストーリーがあって、テニスの試合して、まあ、ストーリーやってみたいなゲームで、テニスの王子様好きな人だったら、ね、かなり長く遊べるソフトだと思います。僕はテニスの王子様読んでなかったので、これね、昔テニスの王子様一回流行って、でちょっとしてからブックオフとかハードオフで110円でとか108円当時売り出して、で買ったんですけど、あんまりハマんなかった記憶があります。ゲーム自体は面白いんですけど、だからやっぱりテニスの王子様のキャラクターとかを知ってる人の方が楽しめるんじゃないかなと思います。はい、ということで、これもなので、まあ価格的には高いソフトではないですけど、まあまあ好きな人だったら遊べるかなっていう、まあそんなソフト、テニスの王子様が入ってましたね。これ1回200円だったんで、ちょっとマイナスかなっていうのありますけど。じゃあ3つ目、これちょっと開封していきます。何これ、どうやって開いた。はい、はい、ロックマンエグゼバトルチップグランプリが入ってました。これはね、アクションじゃないんですよ。確かなんて言えばいいんですかね、これ説明ができないっす。なんかシミュレーション要素が強いというか、なんか要はロックマンを、わかりやすく装備品みたいな、これとこれとこれを装備して、この技とこの技を装備してみたいな、それでうまく組み合わせて戦うみたいな、そんなゲームになってます。で、価格的には、これは、多分500円ぐらいはすると思います。普通にお店で売ってたら、まあ、480円とか980円で、売っててもおかしくないソフトです。だ、これが
100円のコーナーに入ってたら別にやらないんですけど、ちょっと嬉しくなって買っちゃうっていう、ね、そんな感じのソフトです。これはまあ200円のガチャだったらまあまあ当たりなんじゃないでしょうか。はい、ということでロックマンエグゼバトルチップグランプリが入ってました。じゃあ4本目いきます。じゃあ開けます。なんだこんな特殊な形のカプセル、どうやって開ければ開いた。はい、いきます。はい、これね、なんじゃ、年上の方に説明をすると、昔のなんかベーゴマが超進化したやつっていう、ね、そんな感じのものがあるんですよ、ベーブレードっていう。だそれが、一時期すごく流行って、まあ、ゲームにもなりましたよっていう、ね、そんな商品です。だ限定版とか買うと、これにその、ベイブレード本体もついてくるみたいな。ね、そんなゲームで、当時、ノーストのお子さんいらっしゃる方はご存知と思うんですけど、なんかこういうね、ベイブレードの台とかもあって、で、そこでシャーって、ね、やると、本当に、ベイゴマ、昔のバケツに、なんですか、こう、布みたいなの貼って、やるベイゴマが、現代になって帰ってみた、帰ってきた、みたいな、ものなんですけど、それのまあゲーム版です。だから、今やっても、そんなに、どうなんでしょうね。一応だ、ゲームなので、普通にコマ回すだけじゃなくて、なんか回していく中で、その、コマンド入力で必殺技打ったりとか、で、相手にダメージを与えたりっていう、ちょっとしたその RPG っぽい要素も、まあ入ってて、ゲームならではの面白さっていうのはあるんですけど、ただまあ、今、あんまりやってる人いないかなっていう、ね、そんな感じです。だ今買ったら普通に110円で買えるソフトだと思います。はい、ということで4本目、ベイブレードが入ってました。じゃラストいきます。せーの、はい。ね、麻雀デカ入ってました。麻雀デカこれ、一回買ったことあるんですよ。なんだっけな、八曲り署だったかな。に配属された、まあ、新人刑事さんがいろいろま、事件解決していくんですけど、その解決するために、その麻雀をしなきゃいけないっていう。相手の人と戦って、麻雀で勝負して、勝ったら、ま、手がかりもらえたりとか。なんだろう、麻雀アドベンチャー。そんなゲームですかね、ジャンルで言うと。で、これね、一回結構ハマってた時期があって、なんか面白いなと思ってずっとやってたんですけど、で、なくしちゃって、で、2年くらい前かな、ああ、あれそういえばまたやりたいなと思って、もう探しても見つからないんで、買い直そうと思ったら、その当時、2980円かなんかで売ってて、ああ、高いからやめようって思ったソフトです。ね。まさかこのガチャで手に入ると思いませんでした。ただまあ、元が麻雀なので、なんで普通の麻雀ゲームとかね、暇つぶしにやったりする人は、まあこれ、普通に麻雀ゲームなので面白いんじゃないかなと思います。ね。ということで、これは当たりです。5本目、麻雀デカが入ってました。はい。じゃあ、ラインナップこんな感じです。ナルト、テニスの王子様、ベイブレード、ロックマンエグゼ、マージャンデカと。まあ、これで1000円だったので、そう考えると、だいぶお得だったんじゃないかなと思います。もうちょっと買えばよかったかな。ね。ちょっと時間がなくて、ダーって買って、持って帰ってきちゃったので、まあ、こんな形になったんですけど、次回は、まあ、お店にもし許可取れれば、撮影許可いただいて、その場で回してみたりとか、そんなこともやっていきたいなと思いますので、また見に来ていただけると嬉しいです。で、通常のガチャも、また、山コレクション、山コレという形で、開封動画の方していきますので、よかったらチャンネル登録の方、よろしくお願いします。今回は、ありがとうございました。